皆さん、勝ってますか、モンハンラジオ。モンスターハンターダブルクロスステーション。<laughs> 今日、こんな感じか。はい。はい、モンスターハンターダブルクロスプロデューサー、<laughs> 小島です。イェーイ、小島。はい、そして、マリンカコトコうのマリカでーす。イェー。ーーは,いはい、この番組は、好評発売中のモンスターダブルクロスにとことんこだわって、はい、モンハンの色ろいろなとこでした。おととととと、と、おと。おどどど より豊かに、うん、より楽しく,楽しく、ハンターであるあなたをとことんサポート、サポートーです。ね、テンション高いね。テンション高いですね。日本メダルだね。日本メダル。<笑><笑>あれ、<laughs> それは言わない約束でしょ。<laughs> ね、楽しかったね。はい、楽しいですね。さっきもね、ね楽しかったですね。じゃあじゃあじゃあまずね、うん、なんか行こう。 わ <laughs> かりました届いてるんですよ色々届いてますから、ね、それではちょっと読ませていただきたいと思いますいハンターネーム銀狼さんからいただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございますモンハンの狩猟音楽祭、うん、本当に一回行ってみたいのだがで清掃っすよねーオーケストラっすよね、うん、敷居が高くて泣き8月誰か一緒に行ってくれないかなとおっしゃる方がいましたよ、うん、おいで <laughs> でも確かに、あのー まあドレスコードって一応あるっちゃあるんですけどなんか一応ねそのまあオーケストラっていうところに別にスーツで来いとかそんなんじゃないんでそうなんですか全然全然ドレスとかじゃなくても大丈夫なのねじゃあ結構仕事帰りであの私服の仕事の方もそのまま来ても大丈夫大丈夫大丈夫別にほんとですかあじゃあ「銀狼さん大丈夫です」って清装じゃなくてもねんかねせっかくね初めて行くんだったらまあまあ軽くね こうサマージャケットみたいなねうん、うん、暑いんでね時期がねそん、ね、ぐらいとかしていったらまあ雰囲気的にもねちょっと楽しめるかもしれないですけど、うん、がっちり決める必要はないんで、うん、ただね本当にこれおすすめなんですけど、うん、そのモンハンのねゲームで聞く音もねいいですし CD とかで聞くのもいいんですけど、うん、やっぱりねオーケストラコンサートっていうのはねやっぱ一もも二味もまた違うわけですよ生で<う>あの音楽を聞くってなんか耳だけじゃなくて、うん、体にビリビリってきますよね。うん いいこと言うあの本ん肌で感じるっていうか、はい、そのね他のお客さんのね感じも含めてうん、うん、やっぱりこうガッてくる音がやっぱりこうより今までのハンティングの思い出がね読み覚まされたりとかるするんでぜひ、ね いや絶対感動しちゃうな。もう銀狼さんもぜひ行きたい気持ちがあったらもう一緒にね行きましょう。みんなね多分ね初めての方も多いと思うんですよ。うん。あの本当にあの行かないのは後悔しますけど、ね後悔しない方がいいですから。そうですよ。楽しんだ後に絶対後悔なんてないと思う。残らないと思う。うん。あじゃあねオーケストラ待ってます。待ってます。はいというわけで今回も最後まで思いっきり突っ走りましょう。ダブルクロスでしとかり。 行こうぜー。この番組はカプコンの提供でお送りします。皆さん、買ってますかモンハンラジオ。モンスター。 ハハハハ さっきね、提供がねそうなんですあの、ちょっとノリでねコウジーさんに読んでいただきましたはあれ、照れるねいや、いいじゃないですかドキッてしましたあ、自分、あの、高い声じゃないですか割と、ははいい。だから女の人来るかと思ったらおあ、いきなりイケボ来たわみたいなおっさんが喋っとると来たわと思ってびっくりしましたよね、皆さんね、今日はねはいいっぱいお二人読みましょう、読みましょう読んじゃいましょうたくさん来てるんですよありがとうございますどれから行きましょうかどれから行こうかね りすぎて悩ねそうなんですよ。じゃあ、うん、ハンターネーム、関東のファルコンさんから頂きました。お<ー>ありがとうございます。ありがとうニンテンドースイッチ同コン版を予約できました、うん、よかったよーと頂きましたよーー。すごいなかなかね、うんあの、そこそこ数は用意したんですけど、はいはい、結構あのネットとかでも予約スタートしましたって言ったら、うんうん、まあまあ短い時間で予約、まあ、終了みたいなになってて。 そうなんですねそうなんですよそか。じゃあ皆さん店舗とかでね予約できるところ探して回っていただいたりとかして。ね、まあそもそも n i n t e n d o 本体が今まだね、うん、手に入りにくいんでそう,そうですね。ただね、はい、まあ手に入らない手に入らないって言って本当に欲しい方、うん、これねあのやっぱ週末に出ることが本体多いわけですよ。はいなのでこうね。有名な ね、あの家電量販店のお店とかはうん、うん、まあみんなやっぱりこう集まるじゃない集まっちゃいますねだからこうみんなと争奪戦になっちゃうんだけどちょっとこうゲーム機とか置いてるけどね年齢がもうちょっとこう下の人たちが行きそうなところに行ったら本体比較的にね手に入りやすいザラスみたいな感じなるほどうそういう感じのこともゼロではないと思うんです、ね、そうなん、ね、<laughs> ザラスね <laughs> <laughs> ちゃいました今そうなん僕初めて買った時はその手であの手に入れたんでそうだったんですね私リンさんで買っちゃいましたまああれもねあよくねこうネットとかまあツイッターとかでもいいんですけど手に入った人たちの見てるとなんとなく傾向が見えてくるかもしれないんで本当に欲しい方はまあそういうのもちょっとね傾向と対策が 多分ん立てられると思うねなるほど結構抜け道はあるんですね狙いどころはいくつかあると思いますねなるほどまあ他にもねハンターネーム工事さんからもあのいろいろな店に行って無事任天堂スイッチバージョンスペシャルパック予約できましたと今から発売日が楽しみですそれまでにゃんた頑張るぞと伝えておりますニャンターさんなんだニャンターさしいですねありがとうございますいやこれねスイッチバージョンだとねニャンターもよりね 可愛い猫は見れますそうですよね。いつもお供で連れている子たちもよりリアルに可愛く見れたりとかもしますもんね。猫好きのね、猫好きそうなんですよ。うちの子がやっぱり一番可愛い。ね、もう本当に、そうなんです。ぜひね、皆さんもスイッチも手に入れてですね、スイッチバージョンもモンハンもですね、ぜひ予約していただきたいと思います。はいはい、お願いします。じゃ。 大会のお話来てますので、ぜひぜひこちら行きたいと思います。うん、ハンターネーム、八オケさんから頂きました。ありがとうございます。コティさん、マリンカさん、はじめまして。初<お>めまして。はして私は、モンハン歴はそこそこ長いのですが、うん、仮王決定戦という大会を知ったのは今回が初めてです。うん、特に衝撃的だったのは、大阪地区大会です。うん 私は今作ダブルクロスではブレイブのヘビーボーガンとランスをメインに遊んでいたのですが、うん、大阪地区大会での止まらない チャージアックスの振りが止まらないという実況を聞いたその瞬間から、うん、私の中のチャージアックス魂に火がつき、今では毎晩チャージアックスをブンブン振り回しています。うん、まだ仮用決定戦を見ていない人は絶対に見た方がいいです。うん、あんな熱い大会を見たら、絶対にチャージアックスの使い手が増えますといただきましたあ。ありがとうございます。ありがとうございます。あのー、この間。うん あのまあこの収録のちょっと前なんですけれども、はい、あのジョ,ジョ大会の振り返り番組をしましてですね<ー>はいあのまあ本当ねいろんな大会のいいシーンをそれぞれこう全部解説したかったんですけどはい、はい、まあ時間もねありますんで、うん、それぞれのまああの開発スタッフが選ぶまあちょっとこれが気になるとかこれが俺は気に入ったとかいうふうなやつを、うん、まあ放送したんですけど、はい、まああの すごいこううまいプレイって、うん、本当こう練習しないできないはできないんですけど、うん、100%を再現しようとするとただ、はい、ここの一部を真似するだけでちょっとこう今までのプレイよりうまくなるっていうのは結構たくさんあるんですよ<ー>なんでそういうふうなの参考になるんでぜひねあのまだアーカイブ、はい、各会場の大会のアーカイブもあるんで、まあ、見ていただければなと。 その、あの、あつ、皆さんが集めてくださった、あの、ピックアップした動画とかも見られるんですかもちろん、もちろん、それも。大会の時って、あの、ま、二組がね、同時にスタートってやるんで、結構慌ただしくこう動いていくんで、ねどっちが勝った、ね、先にクリアーみたいな感じになっていくんですけど、ま、今回の振り返りの時は一個しっかりとね。おー。で、あの、土屋くんっていうね、元狩王だった子とかも、ま、彼ならでの目線の、 そのこの高等テクニックみたいなやつを紹介してたりもするんで<ー>、えー、であとストーリーズのねこう、はい、熱い戦いの、ね、バトルもね、うん、あれもなかなかね見たらね あの、今までやってない人もちょっとおって思うような、はい、やっぱり面白さがあるんで、ぜひね、見てほしいんですよ、ね。そうですよね。なんか、おともんとかってやっぱり、こう、見てるだけでも楽しいけど、うん、やっぱ、自分の好きなキャラクターってどうしても出てくるじゃないですか、ダブルクロスをやってても。うん、その子たちが仲間になるかもしれないって思うだけでも熱いですし、ね、育てて戦うって、本当に、計り知れない熱さがあると思うので。うんで,ねはい、で、なんかね、うん、こう、 大会の流れでは、うん、まあ、女子ハンター、親子ハンターとか終わって、はいはい、で、その後に、あね、まあ、その絆王っていうね、ストーリーズの大会があって、うん、その後に狩猟決定戦って始まるんだけど、なんか、あの、絆を決定戦で、ナルガクルーガーが大好きな人がいて、<ー>それをね、チームに入れて、こう、はい、なんか、まあ、愛してやまない感じのね、使い方して、盛り上がったんですよ。うん、で、その後の狩猟決定戦が、あの、白ハヤってナルガクルーガーを討伐しまくるっていう流れで。 <laughs> 流れがみたいな <laughs> 悲しいこんなに愛してるのに討伐されちゃうっていう <laughs> 彼の前で討伐しづらいわみたいなねあ本当ですね <laughs> あったりね <laughs> いやそれはそれで面白かったけどね面白いですねもう一つのイベントを通して楽しめるところが <laughs> そうそうそういやでもね、はい、あの書いてくださってましたけど、ね、実況する側もねやっぱ熱が入ってですね、はあ はい、僕もね、ちょっとこのチャージジャックスが止まらないとかね。ねこうして改めて見てくださった方の意見聞くと、もう一回見直そうとかね。そうなんですよね。ねそのシーン見てみたいって興味が湧いたりすると思いますから。小島が一生懸命ね、はい、あの、実況しているのかん <laughs> そっかそうですよね。だいぶ意識してやってますからね。実況者っぽい感じで。あのー、解説は、開発のね、はい、あのメインプランナーとか。 ディレクターがねしっかりとする立場としてこちらは僕はいかに状況をね盛り上がってるところをみんなにね PR できるかっていうのをね意識してるんでまあいとやいやもうねいつもね緊張感が。だってやっぱりタイムアタックとかだと1分1秒が大事だからそのワードを詰め込むっていうのも大変ですしね。 でもそのワードを引き出してくれるようなすごいプレイがいっぱい見れますので<ー>ぜひね、見ていただきたいと思いますねよろしくお願いしますはい、ね、さあ、というわけでたくさんメールいただきました皆さんありがとうございますこれからもぜひこの番組にふつおたを送ってください,い番組のページのメールフォームからお願いいたします 皆さん勝ってますかモンハンラジオモンスターハンターダブルクロスステーションさあモンハンにまつわるネタでみんなで遊んじゃう企画コーナーのお時間でーすまずはこれが僕の仮技アンドスタイルだー！<い> 皆さん自身のすごい狩技とこだわりのスタイルをですね、うん、紹介していく企画でございます。<laughs> たくさん来ておりますよ。えー、まずは僕の狩技の方からいきたいと思います。うん、ハンターネーム、ニッチモさんからいただきました。ありがとうございます。コジーさん、マリンカ、こんにちは。こんにちは。ちは僕も狩技を持っています。この番組でも何度かダイエットの話が出ていましたが、うん、僕の技は、頑張って食べないと勝手に痩せていく技です。 子供の頃からそうなのですが僕はすごく小食なのでいつもちょっと無理をして苦しいぐらい食べないとじわじわ痩せていきますうら、ん、やましいですか、うん、実は結構苦しくて嫌な狩り技ですこれ状態以上じゃねえのか <laughs> そうかもしれない狩 <laughs> り技、うん、アクセルレインみたいな感じかなうん、なんか常にかかってしまっている状態以上みたいな感じですかね,ね<え>うーん 大変ですね。ねちょっと厄介な技ですけど。まあでも、あの、ダイエットしたい人にとっては、私みたいな人にとってはすごく羨ましい。うんうん、えマリンカが、はい、ダイエットがいるって私、実は、はい、あれ言ったかな、うん、言ってないかもしれないですけど、うん、ここ最近で4キロ太ったんですよ。うん、おいしいのかいご飯が。<laughs> <laughs> お肉は。うん 美味しいですお肉は美味しい間違いないあと深夜のラーメンが多分やめろそれやそれだトゥイージーで太るやつはそれ一番いいなーニチモさんちょっと交換したいですねそのカリ仮技ねちょっと苦労してらっしゃるってことだからうん。まあ今あれだぞラジオ聞いてるみんなわからんと思うけど4キロ増えたって聞いて今俺はマジマジとマリンカを見てるからいや怖い怖い怖いほんと怖どこ見られてるんだろうお腹お腹は見えないよ だいぶ大胆に見ないかでも結構顔がもうね、ぷくぷくしてきたんですよ。ほんと写真写りとかもあるから、気にしなきゃいけないなって。すみません、本当に。俺はね、気にしない。おじいさん自身も気にしていない。気にしないよ。うらやましい。健康のためにちょっと運動しなくちゃなっていうのはあるもん。それぐらい。でも。 でもたまにこうちょっと痩せていくさんを見るのはちょっと切ないですねお忙しいのかちょっとねそう気持ちあれ痩つれたって時あるんですなんとあかあなんか運動してるとかじゃなくて大丈夫かなそういう時はね大体ね忙しい時だねまあでもきっとそのそれに比例してゲームはどんどん面白くなっていくただね一定して忙しいから痩せるとは限らないの難しいののよああ忙しいから食べるる時ものよああ

ねと、はい、いうことでねあのー、うら、ん、やましくはないけどうら、ん、やま,ましいじゃないですか <laughs> 本音出ちゃったよ最後に <laughs> <laughs> 次はい次ハタネーム飲 <laughs> み比べ人生さんからいただきましたありがとうございますあまり友達とかには聞かせませんが、うん、僕の仮技は口笛です すっごく低い音から、めっちゃ高い音まで出せます。気持ちいいです。<ー>自分で言うのも変ですが、天才的に上手いと思います。マジか。でも歌はボロボロに下手です。わらわら,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 ら。おーっといただきました。ママ、まあ、でもね、口笛が吹けるんやったらみんなに聞かしたらいいのにね。ねえ、だって上手いってことは、なんか大会とかもありますもんね。口笛の大会とか。ね、出てさすが詳しいね、口笛。え さや,や,や,やっぱりね <laughs> 口笛といえばね河野してどうして Google で検索したらもしかして口笛って出るぐらいのいや初めて言われましたよ今。今 <laughs> 世紀最大の初めて。ほんとかいはい。吹けるのかい調整ちょっと聞かしてよ。<え>なんか。聞いちゃいますあの。なんか何でもいいよ。高いですよ。お <laughs> こう、あ、いいよ、いいよ、腹。財布持ってきて。いいです、いいです。もう聞いてください、<laughs> それでは。<あ>私の。英雄の証。はい、お <laughs> 放送事故だろこれ。嘘で今マイクの女子悪いわけじゃないからね。<laughs> 聞こえました。<laughs> 聞こえましたよ。えー、聞こえました。なんか、あのー、何、あ、何の音ある、ビル風の音みたいなの聞こえてたけど。いや、もう、超ててててってところですよ。難しいよ、でも、ええ、のんか、口 <laughs> 笛 <laughs> <ー>。おお。今のは私がやったことになりませんか、ね。なるか。コジーさん、うまい、口笛。聞こえ出ないね。出ないし。 これ出ない。<laughs> おーでも,でも出ない出ない出ない、こう出ない。い思い浮かべた音をまず口笛で出せるっていうのがすごいですよ。出ないの、ね、出ない、出なくないですか <laughs> 今の曲何 <laughs> てててて。あ、やって。え、おかしだったの。同じ同じとこでした。同じとこ。あ、じゃあじゃあじゃあ違う曲。そうそう。ピロン。はい。トラベルナ正解。わかるか。おかしいな。勘が当ったな。難しいんですね。いや、なんでそんな綺麗な音が出るのかわかんないんですよ。 おーおすごいすごくはないし。練習してるんですかお家でし。してるって寂しいだろだって練習しなきゃできないですよ練習したってできない。すごい,すごいあのね、うん、皆さんお見せできないのが残念なぐらいね。はい。なんかよくある漫画に出てくるすげえおばあちゃんの、あの、入れ歯ないおばあちゃんみたいな唇になってたからね。<laughs> え口笛ってそういう口になるんじゃないんですかまあなるけど。

はい。ということで、仮技を紹介してきました。ありがとうございます。次に、スタイルに行ってみましょう。よ。はい。スタイルはいろいろ来てるね。ノリにしようかな。うん。スタイルな。メガネ、メガネ話いくわかりました。メガネ話いきましょう。ハンターネーム、回転ステーキさんから頂きました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕のスタイルは、いつでもカバンにメガネを3つ以上完備するスタイルです。 僕は結構目が悪いので、メガネは必需品なのですが、せっかく必ず持つのなら、かっこいい気に入ったものがいいと思い、いろんなフレームを買って自分で変えて、あ、気分で変えています。特に、モンハンのコラボメガネは大好きで、カバンに一つは絶対に入っています。これからもどんどんコラボメガネを出してください という熱いアピールが来ましたま。なんか少年っぽい感じで良かったね、今のね。ちょっと僕って言ってたから、ね、途中ちょっとインテリっぽく言おうと思ったら普通に噛んじゃって、ね、あ、ごめんなさいって思いました。うん、<laughs> フレーム買って自分で買えますって、そりゃそうだろうって。<laughs> 普通のことを言ってるけど <laughs> もしかしたらかパパとかママに変えてもらってるかもしれないじゃないですか。<laughs> 自分で変えてますよってアピールをね。 すいません気分でね変えてますってことですね。4行ぐらいにみんな押さえてもらったら何か,かかまずに済むからな。<laughs> すいませんでした本当はね。<laughs> えー、まあね今回ねモンハンコラボメガネを出させていただいてですねはい結構ねまた予約もねいい感じで入っておりましてですね。うん うん、いいですよデザインも今回開発がまたがっつりと監修してますんで素晴らしいしかも使いやすいのがねいいんですよね、うん、こう,うねあのー、やっぱりコラボするってなるとどうしてもその色が、うん、出すぎてメガネっていうよりはもうほんと見るよみたいな感じになっちゃうものもグッズとしては多い気もするんですけどはい,はい、はいねはい、モンハンのメガネはね結構スタイリッシュでかっこいいものも多いので、うん、そうそうそううん。 ま、ちゃんとモンハーらしさも出しつつ、うん、ちゃんと使えるものがいいなっていうのでね、作ってますんで。コジーさんの個人的におすすめな種類とかはありますか、うん、俺、ラオシャンロンかなラオシャンロン。<回>お好きですねー、うん。ちょっとフレームもね、ちょっとこう、うん、太めなんだけど、なんかラオっぽくて。うん、多分かけるのはバルファルクかなーああ<ー>。黒国縁王。黒縁王。とかね。 使い勝手がいいからな,なら確かにそうですね使いやすさっていうのを重視したりとかも、うん、まあでもおしゃれさんだったらもう何でもかけちゃうかもしれないなそうねつ、ね、とかそこら辺はスタイリッシュでかっこいいんだけど、うん、俺自身はそんなに似合わないタイプなんでもうちょっとシュッとしてる人がね似合うタイプかなって、うん、そうなんですかね是非、うん、ともあの検索してみたら全部出てくると思いますので、ね、マリンカーも目が似合うからねえー、私でも鼻がねゴツゴツしてるから、うん、目がね種類によるんですよ、うんなんか 丸メガネは微妙なんですけど、うん、サングラスみたいなのだったら似合います。サングラスあれ、サングラスはまたちょっと違いますサングラスみたいなもんって。サングラスっぽい、うん、デザインの、デザインの、あの、結構幅が大きめというか。ああ、そういう感じ、ね、はい。基本、黒とかそういう意味じゃないのね。あそうです。で<も>まあでも黒も、うん、あの、目見えない方が似合ったりとか。メガネの。うん いや絶対前なんかほらあるじゃんあツイッターとかでねネタルつけてるじゃんつぶやいてますけどその時は定期的に褒めてるじゃん眼鏡の時はあなんか確かに確かになんかコージーさんちょいちょい褒めてくれるんですよ私あの褒められると伸びるタイプなんでって言って貢献してますそうですねそこはあの褒めることがある人は褒めていくありがそういう感じでね あと、はい。あと、もう一もうはい。これ、この人すごいな。このハードランディングさんいこうか。ハンターネーム、ハードランディングさんから頂きました。ありがとうございます。ます小島さん、マリンカ、はじめまして。初めまして。僕の人生は、ラー油スタイルと言ってもいいでしょう。ラー油。予想通り。あ、違った。<laughs> <laughs> <laughs> 想像通り、何にでもラー油をかけて食べるスタイルです。 最近だと、パンケーキにかけると絶品でした。うん、シロップの甘さとラー油の刺激でメロメロです。うん、実は昔はタバスコスタイルだったのですが、ラー油の方が奥深い辛さと風味があるのでおすすめですといただきました。なるほどね。予想通り、ね。一気に想像通り。<laughs> ごめんなさい。まあまあ、もう、カット、<あ>編集店作ったのに。一気<え> <laughs> さへん変で。<laughs> いや、でも。はい。 予想通りだったね。まあそうですね。ラー油スタイルって言った段階でね、何でもかけるかマヨラーみたいなもんなのかなラー、ラー油ラー。ラー油ラー。ラーユラすごいなパンケーキはさすがになんか、油っぽくなりそうですよね。ラー油ってやっぱ油があるから、油吸っちゃいそうなイメージありますけど。ねわかんないけど、普通に食った方が美味しくない

上には上がいるんだなって思いましたあの黒曲の段階でえぐいのにねそうなんです本当真っ赤っかなんですよねあのラーメン俺辛いのダメなんだよねあーそうなんですねなんかむせちゃうのよああ喉を通る前にもう匂いで結構辛ってなっちゃう辛いですからで次の日がもうダメああ。あのお腹の中とかがねちょっと荒れちゃったりしますから人によってはいやもうバーニングですよ <laughs> 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 もうなんならちょっとあのす全て通り抜けるまで痛いからなちょっと。<laughs> ダメなんだよなぁ。そうですね。弱なんだろうなぁ。いやいやいや、まあ内臓はね、人によって違いますから。でもタバスコとね、あの、ラー油だったら、まだこう、辛さも、あの、控えめじゃないですか。まあね。うん。だから、まあ、試せる方はパンケーキに試してみたらね、いいんじゃないでしょうかね。こう、ハードランディングさんがおすすめって言ってらっしゃいますから、やっぱり。はい。すごいなぁ。いろんな人いるなぁ。面白いね。人間って面白いですね。 <laughs> すげー締め方したな <laughs> <laughs> というわけで、はいうん、あなた自身の狩り技とスタイルをメールでこれからも教えてください、はい、番組ページのメールフォームから送れますはいそしてもう一つの企画コーナーはこちらモンスター生態研究所研究所ー こちらはですね、はい、リスナーさんの身近にいるモンスターつまりペットや勝手に住み着いている動物や昆虫近所にいる犬や猫動物園や水族館などで見た生き物のですね、生態の研究報告を皆さんにですね、メールで募集しております、うん、さあどんなのが届いてるかなうん、うん、結構いっぱいあるけれどもどれにしますか、まあ ワンちゃんの話行くか。ワンちゃんの話。それでは、ハンターネーム、もっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。はい、がます我が家では、奇襲犬もどきを飼っています。赤ちゃんの時はちびっこで可愛かったのに、今ではなんと20キロを超える大型犬です。<laughs> 餌が欲しいときは窓を使って立ち上がります。うんうん、ぶつかってきたりもします。うん、もちろん怒ります。うん、でも、結局自分の家の犬が一番可愛いです。うん、窓が壊れませんようにと祈るばかりです。わら、といただきました。<laughs> かわいい。かわいい。<ー>結構やっぱり大きいワンちゃんが、うん、あの、餌をねだるときって襲われそうですよね。なんかあ、まあ、わーってなりそう。そう,そうなんだろう。 うちラブラドール買ってたんで大型犬だったんであ、はいはい、まあでもそうね結構力強かったけどちゃんとしつけしてたからなんかおとなしかったねああそうなんですね、うん、そっかそっか犬にもよってねそうそうそうラブはね特にねいろいろ覚えてくれるタイプだからねそうだそう盲導犬とかにもねなったりしますからそうそうそうでもガッてきても負けないっていうねうーん相撲の,頃の稽古みたいな感じガッてそう でていって転がして、興奮とかしてくるとやっぱりね、こうねたまにこうテンション上がるじゃん。そうですね。そういう時はもうガッて上から抑え込んで、興奮しちゃダメでしょ。そんなプロレスのようなことが家で行われる。で、ねダメでしょ。たらシュンってなるんで。ああかわいい。足上げるね。ああかわいい。犬はね結構立場をね。はい。 群れのね、生き物がなんでね。自分がどこにのえなんか立ち位置かっていうのちゃんと見てるからね。お利口さんですよね。そう,そうそうそう。奇襲犬もどきっていうのは。もどきってどうなんだろうね。ね、どうなんだろう。奇襲犬ってそもそもそんなに大きいタイプの犬なんでしょうかね。ねでも20キロ超えるからなかなかのね。そうですよね。体格だよね。かなり。ああでも真っ白で今可愛い犬がいっぱいです、うん、そうね。 いやいや、仲良くしてほしいですね。そうはい。大切にしてくださいね。はい。はい。続きまして。では。あ、ヘビちゃんの話もあるぞ。行きましょう。ハンターネーム、大したもんじゃ。ヘビと書いて、じゃあですね。さんからいただきました。ありがとうございます。飼い犬の散歩の道中に、シマヘビを見つけたのですが、なんとか捕まえました。そして、家に帰って口を開けさせて、 牙を見てみました。すごかった。こんな蛇を捕まえるような僕を大したもんじゃと言ってくれますか、うん、その後はあんまり刺激しないようにそっと散歩の道中に返してやりました。といただきました。うん、えー、言ってあげて。大したもんじゃ じゃーな感じがね、おばあちゃん的なね、感じでね。ヘビのじゃとじゃをかけてみました。そもそもかけられとるから。そうですね、もうそもそもかけてあるから。えぇー、危ないですよ、でも。まあ、マヘビはね、毒ないからね。あ、ないんだ。うん。日本にいる外来種じゃないね、ヘビだったら、大概、毒ないんで。あ、そうなんですね。じゃあ、 ハブととは気をつけないとなんですただやっぱ牙って痛そうですしヘビって危ないですし、うん、<laughs> あのヘ、ね、ビも基本的に人間怖いからそうあの威嚇とかしても神に来るってあんましたくないのねそうなんですねだけど下手にこう人間気づかずに近寄っちゃってヘビ、うん、のこう警戒エリア踏み込んじゃうとうガッて来たりするんだけどそうか基本はあの見つけたらスーッとこう。 離れれば、そんなに追っかけてこないで、あの、やばいヘビーいは。あ、あー、なるほど。そう、ハブとかね来るからね。ああ気をつけてくださいね、シマヒビでよかったものの。すごいですね、勇気ある。でも結構ペットショップだったりとか、動物園で働きたいって私も思ったことがあったんですよ。でもやっぱり、ワニの、あの、餌やりの人になっちゃったら怖いなとか考えペットショップにワニってそんなにないんだろ。 いいなですけど、あの動物園とかでワニの飼育員さんとかになった時にああちょっと怖いなって思いんでも動物はほんと基本的に大好きだからこうやっぱり動物のことを知れば知るほどその自然の大きさっていうか動物の強さも分かるんで面白いねはいほんとに面白いヘビってね結構まあ手足がない生き物苦手な人いるじゃない。 でそれもわかる、かそうそうわかるんだけど、うんうん、すんごいよく見ると目とかも可愛いし、なんか鱗のつや感とかもすげー綺麗なの。あー。あのハチウカフェとかも陸の好きだからさ。そうですよね、言ってましたね。うん、こう手に乗っけてみたりすると鱗のこのここが大きめでここからあっちゃくなってこのグラデーション最高みたいな。おーお腹のところ白かったりしますもんね。そうそうそう。で<ー>口のとこもヘビの種類によってこう。 だいぶ形違うし。ああ、そうなんですね。あ、ここがあの、あれかって。あの、温度。 こう感じるセンサーここなのでいいみたいなとかろあそういうのがあるんですねも<ー>う,うここら辺ねとか見ながら見るとなんかたまらんもんがあります。さすがよくご存知でそ<う>素晴らしい確かにこの方もねあのキーバー見てみましたってくらいですから詳しかったのかもしれないねえねえよくがぼっとされなかったね,ね<ー>まあでもねちゃんとね返してあげてねえらいないですよえらいもんじゃうんあ大したもんじゃえらいもんじゃ <laughs> じゃあねはいね皆さんねいろんなねこんないいねこういうのね いいですねいいいはーいほっこりしますね、はいうん、というわけであなたの周りに生息しているモンスターの生態報告をこれからも待っておりますこちらも番組ページのメールフォームからよろしくおねがいします,しお願いします皆さん立ってますかモンハンラジオモンスターハンターダブルクロスステーション

ままだまだね、いっぱい来てるから読みたいんだけどね。で,でもねなんかね、うん、こう,こうゲストさん来てまたこうみんなのねお便り読めるってやつをまあ交互にやってる感じですけどはーいじゃあっとねあのこういうふうに読めるのはね、うん、嬉しいですよね。今回ね採用されなかった方々もね、うん、ちゃんと読んでますんでね。うん ね、うん、うん、まだまだね送っていただければ嬉しいと思います。ということでメールの募集よろしくはいこの番組ではあなたからのメールを待っております。 番組の感想やモンスターハンターダブルクロスにまつわるいろんなことや質問プレイした感想その他私たちに知らせたいことなどの普ツオタそしてこれが僕の狩り技スタイルだモンスター生態研究所へのメールも待っておりますははいはい待ってます、はい、メールはですねインターネットラジオステーション温泉のこの番組の投稿フォーム そしてツイッターで受け付けておりますはいツイッターの場合はハッシュタグシャープモンハンラジオをつけてください,はいというわけでそろそろ本当にお別れでございます、はい、お相手はカプコン小島慎太郎とコーノマリカでしたそれでは次回もダブルクロスでひと借り行こうぜ,こ,うぜこの番組はカプコンの提供でお送りしました